さて西武児童館にやってきました。今の時間帯はたくさんの子どもたちが遊びに来ています。ここでは児童青少年課の藤原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはじめに1月29日に行われる児童館交換フェアとはどういったイベントなんでしょうか。はい、一言で簡単に言うと児童館で普段行っている活動や遊びを発表する会です。今調布市には11の児童館と中高生向けの児童館である青少年ステーションキャプスがあります。それぞれの児童館ではいつも楽しく、例えば子どもたちがボール遊びや一輪車、伝承遊びなどをして楽しく過ごしています。また中高生向けのキャプスではスポーツや音楽、ダンス、パソコンなど専門的な設備が整っていて利用者をサポートしています。でそういった中で児童館では普段遊びの中で気の合った子どもたちが集まってサークルが作られています。でそういったサークルは定期的に集まって練習をしていて、児童館のお祭りや地域の行事に出演するなどいろいろな活動をしています。今回の交換フェアではそのような各児童館のサークルが発表します。具体的にはどのようなサークルがあるんですか。はい、例えば一輪車ですとかダンス、和太鼓、コーラス、ジャグリングなどさまざまなサークルがあります。また今回玉川児童館からは、幼児さんのが出演してくれる予定です。幼児さんも出演するんですね。はい、児童館では平日の午前中に乳幼児親子向けに施設を開放していて、いつも最後にみんなでアンパンマン体操を踊っているんですね。交換フェアでもとても可愛らしい体操を披露してくれる予定です。中高生はどんな発表をしてくれるんですか。はい、今年は弾き語りとソーラン節を披露してくれます。キャプスから出演する中高生なんですけれども、毎年とてもレベルの高い本格的な発表を見せてくれていて、さすが中高生と思わせる迫力が楽しみです。それは楽しみですね。そうですね。さて今度は依田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日来ている西武児童館からはどんなサークルが出演するんですか。はい、西武児童館からは一輪車サークルと大江戸ダンスサークルの2つのサークルが出演します。はい、ちょうど今大江戸ダンスサークルの子たちが練習していますので、どうぞ見ていってください。あ、本当ですね。はい、それぞれ練習してますね。ダンスの振り付けなどは自分たちで考えているんですか。振り付けはダンスの先生に教わりながら習っています。他の児童館のサークルでもダンスや和太鼓など内容が専門的なサークルは先生を招いて練習しています。頑張ってるんですね。それでは大江戸ダンスサークルの高学年の3人のみんなにお話を伺いましょう。お願いします。さあ発表が迫ってきましたが、どんなところに注目してもらいたいですか。踊りながら移動したり別々の動きをしたりするので見ていて楽しいダンスになっていると思います。衣装もお揃いの T シャツで踊るのでそこにも注目してほしいです。はい、気合が入りますね。それでは続いてサークル活動をしていて苦労したところはどんなところですか。私は高学年グループに所属しているのですが、高学年グループは18人いてみんなで踊りを揃えるのを苦労しました。あと踊りを踊っている時に集中して顔が暗くなってしまうので気をつけました。笑顔で踊って楽しさが伝わるといいですね。それでは本番に向けて意気込みをお願いします。大きいホールでの発表は初めてなので緊張しますが、このメンバーでの交換フェアはこれが最後なので練習の成果を発揮して一生懸命頑張ります。本番頑張ってくださいね。はい、みんな一生懸命練習していますし、本番で練習の成果が発揮できるといいですね。では改めて児童館交換フェアについて伺っていきたいんですが、こちらは誰でも見に来ることができるんですか。はい、出演者の保護者の方以外にも誰でも来ることができます。入場も無料ですので、ぜひ地域の方お越しください。はい、開催日時と場所を教えてください。はい、
1月29日日曜日、会場は調布市グリーンホール2階の大ホールです。会場は12時15分、開演は12時45分です。終了は午後4時20分ごろを予定しています。ぜひ皆さんで調布市の子どもたちの輝く姿をご覧ください。